キクイタダキは、スズメモクキクイタダキかキクイタダキ属に分類される、鳥類。砂漠地帯を除くユーラシア大陸の高緯度から、中緯度の地域に広く分布する。日本では、北海道と本州中部以北で繁殖し、本州中部以南の西日本には一部が越冬のために、飛来する。全長が、約10センチメートル。翼海長が、約15センチメートル。 体重3から5グラムの小型の鳥で、日本国内では味噌サザイ、エナガと共に最小の鳥の一種である。頭頂の円が黒色で中央が黄色い部分があるのが特徴で、その中央部の内側に赤い縁がある。雌ゆほぼ同色だが、メスにはこの赤い縁がない。頭部以外の上面は全体にオリーブ色で、目の周りは白っぽく、くちばしと足は黒褐色。 口しは小さくて細い。翼の服に黒と白の模様がある。アシキクいただき RR ヤポネウンシス従来ウグイスカに分類されていた。以下のアシの分類、分布は IOC ワールドバードリストに従う。春と夏には鉱山帯から山地にかけての新葉樹林に生息し、秋に低地や団地に移動し、冬に新葉樹の多い公園や里山などでも見られる。 高山にも少数が生息する。批判食器には、小群れで行動し、ヒガラなどのカラ類と混群することがある。針葉樹で忙しく動き回り、ガの幼虫、昆虫、クモ類などを捕食する。ホバリングして、枝先の虫を捕食することもある。水浴びをする以外は、木の上で生活し、小枝の間に、ハンモック状の巣を作る。鳴き声をカタカナ表記すると、 つつつつィつツ,ツに近い。分布が非常に広いため、2018年の時点では、絶滅の恐れは低いと考えられている。一方で、ヨーロッパでは1980の2013年にかけて、生息数が減少傾向にあるヨーロッパの伝説や民間伝承において、本種はしばしば取り王おうとされる。学名の俗名及び、首相名のレグルスもラテン語で、 小さな王という意味である。その理由は、頭頂部の黄色いカンがあったかも王冠を冠っているようだから、とされる。和名は、頭頂部に黄色いカンがあるため聞くをいただくという意味から命名された。松、無虫町、松、くぐりの名もある。ルクセンブルクでは、国鳥に指定されている。国字では、と書く。日本では、以下の都道府県で。 レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。